全国の中でメジャーなお米って言うとやっぱり山田錦、うちの看板商品というのはもう剛力ということで、という鳥取県の酒米を生かして、まあ、剛力米というのを含めすることによっていろんな味を生かせる剛力米の商品が私どもの看板商品でございます。酒造りはなかなか一人では、できないと思っています。一緒に働くプロのメンバーとしっかりと協力し合いながらいいものを作っていくという人々の輪というかチームワーク、やはりそれがないといいものはできないと思っていますので、そういったムードで作っていくと、まあ仕事自体も楽しいですし、少々や、まあ、苦しいことでも、まあ、みんなが助けの援助を受けながらでも、平のみんなと共に醸すというか醸すお酒がやっぱり一番。料理と合わせることを考えたお酒を開発、作っています。料理と一緒に飲んでいただくことによって料理のいいところも引き立つと思います。海外展開につきましては本当に、まあ、県内であるとか国内の中でも早い段階から進出をしておりまして、韓国については現地法人を約20年前に立ち上げまして、今韓国現地では私どものお酒と他社様のお酒も販売させていただいて、もう軌道に乗ってきているところでございます。最近は結構主流になりましたけども、やはり室賀で敏感貯蔵ですね、この生の一番おいしいところで瓶に詰めて、それをまあ冷蔵貯蔵して熟成させる。そうすればやはりその香り、まあ、香りはまず逃げにくいですし、あとそれプラス、まあ、低温での熟成で味が乗って米の旨みがしっかり出るお酒に仕上がる。お酒単体で飲んでもしっかりとお米の旨み味が残っているところが私どものお酒の特徴ですので、なの若い方なんかにも本当に飲んでいただきやすいお酒を作っていきたいなと思いますけども、その中ではやっぱり日本酒の良さっていうのをほとんど伝えて、本当に多くの方に日本酒を飲んでいただきたいなというのが本当に夢です。